くしてくれてありがとうございます。いっぱい遊んでくれてありがとうございます。いつまでも友達です。ずっとずっと友達です。僕たち私たちの1年間春エコプラザの体育館で運動会をしました。お父さんやお母さんと縄跳び大会をしたり、リレーやかけっこも頑張りました。夏お泊まり保育では花火をするのに夜が待ち遠しかったです。みんなで作った夜ご飯もとっても美味しかったです。秋東真浜町の池田正夫さんの畑でお芋掘りをしました。イノシシにお芋を食べられないようにおじさんが頑張って育ててくれました。冬発表会ではダンスや学習発表、英語聞きを頑張って